トの皆さん、こんにちは。ミスタークです。では、第3夜やっていきます。二の雫、氷上山、小塚田優里、廃旅館での鍵見の数日と、密かはどこかへ出かけたまま戻らずになっていた。心配する優里だったが、手がかりもなく、ただ待つことに、ただ待つことしかできなかった。そんな時、密かに人探しを依頼したという少女、氷見の冬日が骨董屋を訪れる。今日に、より、帰国された私は、今年、氷上山は今日に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 、氷
定山である深宮は周囲の地方では古くから霊的な存在だった。昔は秋を見せていることさえ禁じられていたという。山中は生と死が曖昧に混ざり合う場所と伝えられ、間が濃くになると運勢から死者がさまよいでいるため、山に沈む夕日を見ることも死に生んだれると信じられた。今での死に憧れた者は山に誘われるといいと言われ、神隠しに仰ぐ人々の噂は後を絶たない。彼らは自ら山に入り、その板は見つかることはない。神山山頂にある時間との底には、山に着いた後の人々が今の砂を見つけて進んでいるという。観光地下によりそのような悪質現象は見えたると思われていた。しかし実際には観光地下の深山で時と災害によって呪われたような深山という意味が強く人々に刻み込まれていることになってしまった。深山は今もなお自宅の名所として恐れられる場所になっている。
蒸発性落ち、石炭が途切れてしまっている。旅館を飲み込んだ地滑りの影響だろうか。砂利って2かけ沿いに旧道路が上へと続いているようだ。手を向けようとするとき、ゴーストハントが現れることがあります。捕まれる前にタイミングよく ZR を放つと避けることができます。捕まれた場合は LR のスティックをスティックで振りほどくことができます。溶けて覆われ、文字が彫られているのかどうかもわからない。地滑りの絵、被災者への慰霊碑だろうか。清めの火を一つ手に入れた。ご神仏が作られた清めの火を起こすための火種、ね、水気とともに、愛まみれを消し去ることで体調を整える。水に触れるなどして体が濡れると、画面右下の濡れメーターが点灯します。キャラクターが濡れ状態になると、手から見えやすくなり、襲われることが多くなります。
うわ、めっちゃもったいなことしてもた。山について知られた。昔は霊場だった。霊場といってもそんなに神聖な場所じゃなくて死ぬための場所だった。そのせいか今は自殺の名所だ。でも遥かが一人で死ぬはずはない。私に何も言わずに何も神隠しの山だと書いてあった。山に入った人が消えるという話もあったけど、山に誘われる人たちがいて自分から入っていくこともあるという。三上山に誘われやすい季節という文章も見つけた。勘のいい人、神経質な人、身寄りのない人、気が弱くて優しい人という言葉が並んで、で息が止まりそうになった。遥かにも当てはまるところがある。遥かは優しくて断れない性格。私にも心を開いてくれる。のんびりしているようで感覚鋭い。私の考えることを言い当てたりする。神隠しかもしれない。でも神隠しにあった人はどこに行くのだろう。想像すればするほど恐ろしい考えや不感は消えて動機が激しくなる。切りがいいので今回はここまでにしたいと思います。次回も